長沢正美6月3日隊は日本の女優。本名同じ。愛称は、まー、あ、ちゃん、マ、ま、っさん、カッサーわー。身長168センチメートル。東方芸能を所属。静岡県岩田市出身。堀越高等学校卒業。父は、元サッカー、日本代表で J リーグ参入前のジュビロ岩田の監督を務めた長沢和明。 母親やその友人らの勧めで、第5回東方、シンデレラオーディションに応募し、35,153人の中から2000年1月9日に当時、史上最年少の12歳で、グランプリに選ばれ、芸能界入り、同年公開のクロスファイアで映画デビュー。その後、ティーン雑誌、ピチレモンの専属モデルとなった。2000年12月11日に、初ドラマ、 秘密、弁護士、佐古真理子の遺言作成ファイルが放送された。2001年、連続ドラマ、ピュアソウル、君が僕を忘れて、もう、に、初レギュラー出演。それに合わせ、中学2年の春に上京。中野区立大級中学校へ進学。当初は、大塚千尋と二人暮らしであった。2002年には、NHK 連続テレビ小説、桜に出演。 2003年には、ロボコンに初主演し、第27回日本アカデミー賞新人俳優賞、等を受賞した。同年公開のゴジラシリーズ第27作、ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS 及び、翌年のシリーズ最終作、ゴジラファイナルウォーズでは、東方シンデレラオーディションで審査員特別賞に選ばれた、大塚千尋と小美人役で共演した。2004年、 世界の中心で愛を叫ぶにヒロインとして出演。白血病治療の副作用による脱毛症を抱えた秋の役を演じ、自ら申し出てスキンヘッドになった。この作品は興行収入85億円の大ヒット作となり、第28回日本アカデミー賞、最優秀女演女優賞など多数の映画賞を受賞した。世界の中心で愛を叫ぶと、 同時期に公開された小畜作品、深呼吸の必要を経て、タッチ、ラフラフに主演。世界の中心で、愛を叫ぶの撮影が主に、香川県で行われたため、2004年11月に、香川輝き大使に就任、2005年8月から11月まで JR、山手線で、車体広告電車が運行された。2005年は、テレビドラマ、優しい時間、 ドラゴン桜に出演第56回 NHK 紅白歌合戦では審査員を務めた。同年から東方カレンダーの表紙を毎年飾っている。2006年に光明月寺で NHK 大河ドラマ初出演。同年秋にはかつて薬師丸ひろコが主演して記録的大ヒットとなった映画セーラー服と機関銃のリメイクとなる連続ドラマに主演。 同盟の主題歌を星泉名義で発表した。2007年4月クールの月九ドラマ、プロポーズ大作戦に月九初出演及び初主演。平均視聴率はトークールで唯一15%を超え、最高視聴率も20%超えを果たした。2008年4月クール、ラストフレンズに主演。上野樹里と共演し、最高視聴率22.8%を記録した。 2011年8月、パルコ劇場において、元谷由紀子の作、演出による舞台、クレイジーハニーで初舞台を踏んだ。同年9月23日公開のモテキでは、セクシーシーンに挑戦し、新境地を開いた。完成披露パーティーで、このことについて、足だけとか胸だけが映るカットがあって、すごく恥ずかしかったと語っている。2013年、台湾ドラマ、 ショコラで海外ドラマに初挑戦。中国語のセリフを披露する。2015年出演作海外ダイアリーが第68回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品される。2018年4月クールコンフィデンスマン JP に主演。月9枠の出演はサマーヌードから約5年ぶり。月9主演は プロポーズ大作戦以来11年ぶりで単独主演は初めてとなる。2019年5月にはコンフィデンスマン JP ロマンス編のタイトルで映画化され、2020年7月には第2作となるコンフィデンスマン JP プリンセス編が公開された。主演作品は太字表記公演中止。ありがとうございます。